こちらの岩がですね、最初に見た時にびっくりしたんですけども、ここですね、この丸い穴が、一回止めますね、丸い穴がポン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 とこう、これ真東なんですよ。で確実にこれはあの方角を示してます。東から、まあ、東のこの太陽のまあ印でしょうかね、太陽の通り道。季節によってもこう変わるんですけども、まあ、目印として東だよという、明らかに分かりやすいこの印で東を示しています。そして西、それでこの南と北なんですけども、これがですね、まあこの時にこう歩いてきた道ですよね。道と方角をこの岩の中に見事に再現してます。そしてですね、ちょうどここの大きいボンボンという穴ですね、これがこの先にある大不動岩屋という巨大な洞窟ですね。巨大な洞窟で、今まあ僕のちょっと現在の仮説ですと、まあ前回に白山神社で太陽の周波数を共鳴させて、音差で 528Hz、 528Hz の、ソルフェジオをその空間に満たして DNA を修復するという施設が古代にはあったと考察をしたんですけども、まあ結構前なんですけどね、この大不動岩屋で途中で見つけた太陽のこの通り道をしっかりと刻んで、方角をですね、もう地図ですよね、岩にやはりこの地図のような地形と、まあ、どういうあの施設があるのかというのをもう岩に表現している、これは一番分かりやすい状態の岩になっていました。なのでよくまあただの岩だよとか偶然だよとか、そんなの妄想だとかっていう人もいると思うんですけどもね、こういうふうにしっかり方角を刻んで太陽の印を入れて、そこの施設をこういうふうに岩に表現している。だからこの一つの岩にすごい情報が含まれているんですね。でこの大不動岩の、確かにここに大不動岩があるんですけども、これ僕がまあその当日にその日に通った道なんですけども、反対にもね道が通じてるんですよ。だから入り口が2つあるんですけどね、これでは3つこういうふうに描かれてますね。ここに分岐されてるんで、それがね見事にこういうふうにマップになってるんですね、この岩の中に。この岩の情報量っていうのはやっぱり凄まじいものがありますね。まあ以前の動画の中ではまあちょっと長い動画の中でのワンシーンだったので、まだ見てない方も結構おられると思うので、まあ今回はちょっとピックアップをしてですね、この岩に刻まれたメッセージっていうのをピックアップしてお届けしていきたいと思っています。これ線じゃなくて丸で行ってますね。綺麗に方角示してますね。あ、東にこれ丸でやってるって、これ太陽って意味じゃないですか。太陽の通り道だよっていう、だから東が分かれば西と北と南って、これすごいな、これ太陽って意味ですね、これね。かなり巨大な遺跡ですよね。ほら、ここだけ大きい岩が、不自然だけどちゃんとこれ固まってる。こちらの岩もですね、これはよく古代コンクリートで造形的に作られていると僕は表現しているんですけども、まあ、これは凝灰岩と言われて、一般的には凝灰岩と言われて、火山の噴出物、堆積物などによって人工的にこう、人工的じゃなくて自然的に
できた、岩の塊とよく言われてるんですね。この国東方面にも多々こういう岩がね、凝灰岩岩が見られるんですけども、これは全くの自然物だと言われてるんですけども、こういう中から見ると本当にもう岩がね、造形的にこうくっついて表現されてるんですよね。いろいろな表現をされてるんですよ。でこういうのはね、道案内的につけられてるパターンが多いんですね。まあ、こういうね、もう人工的な意思を感じる、造形がされて、しかもそれが固定されているというのは、これはまさしく人工的という裏付けになってくると思います。これだけちょっと巨大な大きさの岩をですね、がっちりとこう固定している、しかもこれは側面に貼り付けてる感じですかね、埋め込んでる、まあまりこういっぱい埋め込んでるというよりも、ここもそうですけど、側面にこう貼り付ける形でがっちりこう固くですね、接着してるんですね。この技術というのは現代のですね、やっぱりコンクリート技術よりもかなり高度な接着力といいますか、耐久性もそうですよね。もう本当に自然物と言われるぐらいの耐久力がついてしまう、この技術は本当に凄まじいものがあると思いますね。これは人の顔に見えたな、モニュメントみたいな。それだけちょっと岩質が違ってね、なんかの顔に見えますね、人かな。明らかにこの通り道はこの石器時代の古代から使われてましたね。側面をしっかりこの岩も配置されてるんですよ、道案内で。すっごいグーッとで、しっかりこれほら掘られて、丸が掘られて、亀裂も入れられて、下の石でしっかりバランス取ってますよね。これはどこの巨石や岩倉を見てもそうなんですけども、必ずですね、この大きい岩倉の下にはまあちょっとちっちゃい細かいまではいかないんですけども、その岩倉を固定する石というのが絶対置かれてるんですよ。これは滝にも見られますし、山にもそうですし、やはりね、大きいこの岩単品だけっていうのはなくて、しっかりね、下に岩をかましてるっていう状態がよく見られます。こういうね、かましてる石が絶対的にあるというのも、やはり人工的にそこに何らかの意味を持たして設置しているという、ね、裏付けにもなってくると思いますね。それでは今回はこの岩の中に情報が示されているというところをピックアップしてお届けしました。では次回は、大不動岩屋をですね、まあ、過去に撮った動画なんですけども、大不動岩屋の中を徹底的に解明解説していきたいと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。君も元気づけたくて
つまらないことで笑かす気を引きたくて For you そうやって僕は君の笑顔を探す For you 暗い心を照らす光になるどんな花が咲くのだろう、hey. どれだけの花が咲くのだろうか、hey. 僕には全く予想もつかないけれども日々水をやる、hey. 水をやる、hey.